はい、こんにちは。荒井新チャンネルと言います。いつも見ていただいてありがとうございます。この番組は定年退職してからの趣味とか、自分の、退職後の生活を発信しているチャンネルです。で、大体中心になっているのが、日々の自給自足に近づけようっていう活動と、もう一つは、ここにあるように音楽ですね。音楽を作ったりして発信しています。で、多重録音が好きで、いろんなのに挑戦するんですけれども、基本的にはビートルズですね。一人でビートルズのサウンドを作っていくっていうのが好きなんですけどね。多重録音何がいいかっていうと、素で歌うとね、下手なんです。私自分自身でもギターもそんな上手くはないし、歌も上手くはないんですけども。これが多重録音でいろいろこう重ねていって体裁を整えていくと、自分でも自分ってこんなに結構聞けるじゃないってぐらいになるんですよ。まるでお化粧してる女性の気持ちがよくわかるような、そういう感じですね。もうすっぴんではいられないというか。今日はですね、日頃ビートルズのサウンドをやってるんですけども、まあビートルズのサウンドといっても3部のコーラスが好きなんですよ。すごくそれが自分にとっては合ってる。つい先日ですね、YouTube を見てたら、そのビージーズのインタビューかなんかの場面で、3人がアカペラで歌うんですよ。これがね、すごく素晴らしくて感動して、最初お兄ちゃんのバリー・ギブが一人でずっと、まあ大体そうなんですけどね、主旋律を歌ってて、サビの部分から弟ね、双子の弟ですよね、がハモリを入れ出すと、もう鳥肌立つくらいね、綺麗なんですよ。あ、こんなに綺麗なんだ、3部の合唱って。で、自分もぜひそれに挑戦したくなって、I know you're lying in the morning sun. I feel you touching me in the morning. 実際にいろいろ聞いてみて、自分も確認したら、3度下を歌ってるのと、もう一個内声があるのかなと思ってたら、実はオクターブ上下で歌ってるんですよね。I know you're lying in the morning sun. I feel you touching me in the morning rain. And the moment that you wander far from me, I want to feel in my arms again. And you come to me on summer breeze, keep me warm in your arms, then you softly, and it's me you need to show. How deep is your love? How deep is your love? How deep is your love? I really mean to love, 'cause I'm living in a wonderful, breaking us down when the ocean let us be. We belong to you and me. ない動画なんですけども、私のように60過ぎてから、いろんな趣味をしようっていう時に、まあお金もかけずに、まあ遠くに行かなくても、割と自分の家でなんとかできるとかね、そういう、趣味としてはとてもいいんじゃないかなと思ってます。これからも音楽系の動画も、自給自足の動画も引き続き配信していきたいと思います。どうもありがとうございます。